ズンズンねえ彼氏くんさっきからスマホで何見てるのつまんない動画ならさ私とぎゅーしようよつまんないってことは暇ってことだよねうんぎゅーって君好きでしょ暑いからいいよ今は冬だよむしろ寒いよこうやってぎゅーって抱き合ってダンを取ろうよ あったかくて気持ちいいよ。おっと、嫌なのごめんね。まさかそんなに嫌がるとは。でも、君牛好きだったじゃん。どうしたの今は無理そっか、わかったよ。今はそういう気分じゃないんだよね。ねえ、彼氏くん、なんかあったなんもないのそっか。 私の気のせいか。もし何か悩み事があるんだったら、私を頼ってね。君の力になれるかもしれないから。しつこいって、もう彼氏くんはひどいの。最近、ちょっと冷たいね。やっぱり、何かあったんだろ。私の気のせいならそれでいいんだけどさ、君が苦しんでるなら、私は救いたい。 自己満足なのはわかってるよ。だけど、君には笑顔でいてほしいんだ。どうかなやっぱり、私には話せないかな。話せないなら、相談しやすい他の人を頼ったりは少し、私は嫉妬しちゃいそうだけどね。もしそれも無理なら、 紙に自分の気持ちを書くだけでも少し気分が楽になるよ。私もたまにやってるんだ。やってみる紙とペン持ってこようかいらないうーん、そっか。ほんとどうしたんだろう。心配だな。えなんてごめん、もう一回言って。え君と私は仲良くなっちゃいけない それは、どういうことかな私たち、恋人同士だよね。もしかして、誰かに何か言われたのもしそうだとしたら、私、そいつのこと許せそうにないな。え、違うそっか。ならどうしてえ、釣り合ってない何が 君と私がそんなこと言わないでたとえ君の口からだったとしても聞きたくない君に自分を卑下してほしくない意味もなく自分を傷つけないでほしい私は今の君が好きだよどうして釣り合ってないなんて思ったの教えて大丈夫だよゆっくりでいいから ね、うんうんうん人によってどうしても見た目や性格立場の違いがあるからね仕方ないよでもそんな一言で片付けられるほど私たちは大人じゃないよねわかるよだって私もそうだもんもっとこうなりたかったって像が。 いつも頭の中にあって、そうなれない自分を自覚して、日頃からメンタルを壊してる。そうだよ。私も日々悩んでる。そっか。君もそうだったんだね。話してくれてありがとう。不安になっちゃったんだね。君がそんな悩んでたなんて。早く気づいてあげられなくてごめんね。私、 君の恋人失格だ。でも、もう大丈夫だよ。気づいたからには、君を苦しみから解放してあげる。おいで。やっぱりね、こういう時は、こうするのが一番だよ。ぎゅー。ううん、話さない。君に何を言われようと、今だけは絶対。 君が自分に安心できるまでずっとこうしてる。昔ね、私が悲しくて泣いてる時や不安で緊張してる時にお母さんによくこうしてもらってたんだ。こうやってギューってされると安心してこないかな。体だけではなく心までポカポカしてくるんだ。そしたら前まで考えてた悲しみや不安が 不思議と薄れていく。心にじわーっと暖かさが広がっていくんだ。私はこの感覚が好き。君はどうかな暖かさ、感じられた <laughs> いいよ。今は自分の気持ちに嘘をつく必要はない。泣きたかったら泣いていいよ。今ここにいるのは君と私だけだから。私にも、 君の悲しみや苦しみを背負わせてほしいな全部一人で背負ってたら疲れちゃうでしょうん恋人として私も君の力になりたいんだよしよし今までよく頑張ったね君は偉いよすっごく偉いよこんな素敵な彼氏を持てて私は誇らしいよねえ 一つ提案なんだけどさ。今日は、このまま牛して寝よっか。最近は別々に寝てたから、久しぶりにいいんじゃないかな。うん。じゃあ決まりね。嬉しいな。久しぶりの君との添い寝、ね。じゃあ、ベッドまで運ぶね。うん。お姫様抱っこで。<laughs> だって。 君は私にとって何よりも大切な人だから、丁重に扱うのは当たり前。なんてね。ほら、行くよ。彼氏くん、愛してるよ。こんな言葉じゃ表せないくらいに、君のことを思ってる。だから、もしまた不安になった時は、私を頼ってほしい。私は、私だけは何があっても、君のこと、 あれ眠くなってきたのかないいよここに君の敵は誰一人いない安心してお眠りまた明日二人で幸せな日常を過ごそうね彼氏くんがいい夢を見れるように願いを込めて